しっかり基本ベーシックな仕様は入ってるので、うんうん、手に入るんだ。いいよね。いいですね。おお、こっちの方が消費電力が少ない、うんうん、そう。おエグザチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。声優の小岩井小鳥です。そしてエグザブランド統括マネージャー本村です。こんにちは。こんにちは。さあ、ということでずらっと並んでおりますが、これがですね、 4K 液晶レグザのエントリーモデル、はい、E350M シリーズでございます。うわ、こちらがですね、はい、サイズは 65V 型、はい、55V 型、うん、そして 50V 型、うん、43V 型の4サイズ、うん、高い省エネ性能と、うん、高画質高音質、そして充実のネット機能を装備したレグザのエントリーモデルというかね、うん、で省エネ性能はですね、はい、明るいシーンではしっかり明るくしながらも、はい、暗いシーンの時にはバックライトをギュッと絞ることによって、うん、明るさ感とコントラストをキープしながら高画質を担保しながら省エネに寄与していると、こういうことですね、はい、実際に消費電力量という意味においても、うん、年間消費電力としては少ない方を実現できているということですね、うん、これね、うんうん、だ大画面にしても省エネで、うん、高画質に楽しんでいただけるということでございます、うん。でデザインなんですけども、はい、画面だけデザインを目指したミニマルデザインということですね、うん、本当に大きいサイズにしてもね、リビングにすっきり設置できて、うん、一つ大きい画面にしてもね問題ないような、そう、圧迫感もないですし ね、スタンドは日本アースタイプでシンプルなデザインのことですね、うん、端子も基本端子は全部装備してあって、うん、HDMI は4系統でしょ、はいはい、それと光出力と USB の写真再生などに使う USB 端子、もちろん録画のための USB 端子もついてますので、うん、はい、まあ、十分ですね。でエンジンはデグザエンジン ZR と、2023年の新エンジンということになります。型番は前のモデルと、ね、一緒なんですけど、はい、内容的にはかなり進化をしている高性能エンジンでございます。なるほど。そして画質はもちろんネットが綺麗、この時代ね、はい、やっぱりネット動画ってめちゃくちゃ重要なんですよね。テレビでネット動画を見る時間が本当に増えたので、うんうん、我々もそれに合わせてですね、うん、コントラストを向上して精細感を上げて色再現性能改善することによってですね、うん、ビビッドなネット動画を楽しんでいただけると、こういうことでございます、うん、はい。もちろん地デジビューティーが入っているのでノイズを抑制して高画質でクリアな高精細映像を楽しんでいただけます、うん、さらにお任せオートピクチャー入ってますんで、はい、明るい昼間のリビングでも、うん、夜の暗めのリビングでも、うん、しっかり明るさを合わせてですね、うん、見やすい画質を常に提供するという、なかなか便利な機能ですよこれはね、うん、ありがたいですね、うん、そして今流行りのネット動画、はい、そして地デジ、うん、意識せずにシームレスに楽しんでいただける新三昧機能、素晴らしい、これ本当に便利よね。この三昧ボタンってのついてる、はい、これを押すとですね、もうね、好きなジャンル、うん、大人が見て楽しい深夜枠のアニメとか、おすすめ大人アニメ、ね、そうそう、 J-POP の歌番組とか、うん、ドラマとか、はい、これ、はい、興味がある番組を登録パックを登録していただいて、うん、例えばおすすめアニメ、はい、これでレグザが自動的に、うん、このアニメがいいんじゃないですかって録画してくれてる、うん、はいはいはい、まあ、録画予約なんかしなくていいの、助かる、見るだけ、うん、でいやいや俺は U-NEXT で今からアニメ見たいよって言ったら、うん、U-NEXT に行ったら U-NEXT のおすすめ大人のアニメ、シームレスに見る、歌番組もずらずらずらって並びますからね。例えば歌番組とかでこれ選んで、はい、あ、いいじゃん、ミュージックステーション踊る3時間スペシャルとか、うん、こう自動で録画してくれてるの、はい、ただ再生するだけです、うん、もうこれですぐミュージックステーションは楽しめるんだけど、あ、新しい学校のリーダー、お、これいいね、ライブいいですね、見てみようか、決定をします、ドン、はい、始まります、わー、すごいでしょですね、シーンまでバッチリ分かれてるんですね、うん、出演者で歌った、あ、三浦大知さん、はい、能動、うん、決定、ドンスタート、ほら、チャプターの中でそれぞれ誰がどなたが何時何分何秒からお歌いになったっていうのをデータベース化して、このコンテンツを再生すると今クラウドからデータを取ってきてソーティングしてる、うわ、ということでとても便利な機能、もちろんさまざまなネット動画に対応してます。さらにダイレクトボタン全部で13個、素晴らしいです ね、見たいネット動画にダイレクトにアクセスができます。このダイレクトボタンないところはマイチョイスで自分がね、うん、お気に入りのいつも見るネット動画を登録することもできますから、うん、本当に便利です。そしてなんと言ってもこのモデルには、はい、うん、AirPlay 2がついてるのよ。あ、スマートフォンで何か見たりとかをミラーリングできるやつですか、うん、
Android は当然いけますし、うん、iPhone でもいけてしまう。ちょっとやってみっか、うん、はい、はいはい、これ簡単、はい、持ってるスマホね、はい、iPhone でキュッて選んで、はい、このミラーリングのボタンを押す、はいはいはい、でこれで、はい、出ました。あ、もうすぐですね。あっという間、これでもう私の iPhone が出る。うわ、これ超便利、はい、そして音、はい、実際聞いてみましょう。はい、はい、手に入るんだ。いいね、いいですね。おお、低音感はさすがにちょっとないけど、うん、まあ すね、すごくバランスが良くて聞き取りやすいですね、これね、うん、そうですね、うん、これならあの人の声とかいろいろ聞き取りやすいんじゃないかな、うん、まあ、YouTube 見ても地デジ見ても全然問題なく楽しめますね。音楽番組も全然いけるんじゃないかな、うんうん、さあ、ということで何やら見慣れないレグザがいますけどもこれ2010年の 37Z1 を持ってきました、はい、今から13年ぐらい前のモデルなんですけど、当時ね、はい、すごくいっぱい販売させていただいたモデルで、うん、あ、人気のモデルですね。テレビの海外サイクルはだいたい10年から13年ぐらいなんで、はい、まあ、このテレビまだ使ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、もうぼちぼち買い替えたいなと思ってる方多いと思うんですよね。確かに、うん、でそんなモデルを持ってきてちょっとご参考までになんですけど、はい、消費電力なんですけども、うん、これ最新の2026年基準で改めて測定し直したんですよ、はい、省エネ基準っていろいろ変わるんで、うん、昔のカタログに書いてある数字と違って最新の省エネ基準で測定したら年間消費電力量が207キロワットアワーパーイヤーということですね。なるほど、なるほど、はい、で、はい、同じ測定方法で測定したこちらの 65V 型の E350M は 145kWh/year ということで、はいはい、ということは、うん、あれ、このルックスの差だけど、うん、こっちの方が消費電力が少ない、うんうん、そう、年間の電気代が安くて済みますよってこと。大きいサイズすると電気代上がるからって方多いんだけど、そうなんですよ、心配しなくていいですよ。13年前とか10年ぐらいの前のモデルの方でしたら大きくしても電気代そんなに変わらなかったり安くなったりしますと、はい、こういうことでございますね。そしてあのE350M はエントリーモデルで、はい、その上に M550M というのを同時に発表させていて、はい、これはスタンダードゾーンと我々言ってるんですけども、はい、ほぼほぼスペック一緒なんですが若干違います、うん、なるほど。エントリーモデルの E350 の方に比べ M550 の方が若干スペックがハイスペックになってまして、例えば LED のバックライトの種類が違って、うんうんうん、M550 は公式バックライトを使ったり、はい、うん、明るさセンサーがM550 の方は明るさセンサーではなくて色温度センサーになってたり、うんうん、オーディオキャリブレーションがついてたり、うん、あとはレグザボイスね、リモコンにボイス機能、声で喋ってコントロールできる機能がついてるとかついてないとか、はいはいはい、そんな差は若干ありますが、はい、まあ、こちらのエントリーモデルもしっかり基本ベーシックな仕様は入っているので、うん、ご購入いただいて満足いただけるモデルに仕上がってるんじゃないかなと思ってます、うんうん、はい、というわけで今回は 4K 液晶レグザE350M をご紹介してまいりました。はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、買い替えご検討されている皆さんは候補に入れてもらえたらと思います、はい、ということで次回もお楽しみに。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、コメントや共有もよろしくお願いします。それではさようなら。